こんばんは、金丸つゆ店の石田です。私はですね、昨日、こちらの第36回里亀エキサイティング新たなニーズはこう作れ、宇都宮のですね、ベルビー宇都宮で、会場を使いまして行われたんですけどもね、こちらはですね、どういうことをやったかということなんですけども、里亀っていうね、栃木県ですね、内で、数多くですね、店舗を持っていて、普通に全国をね、出店するんじゃなくて、栃木県をですね、主体とした、一番、カメラをね、売るお店として有名なんですけどもね、現在はですね、中国の方にもですね、出店されていまして、こういう形のですね、佐藤勝人さんですね、専務の勝人さんはダントツに勝人の地域一番化戦略ということで、著者でもいらっしゃいますね、こういう形の本なんかもね、数々チラシをですね、使った、媒体なんかでもですね、非常に有名で、そこにいたコンサルタントもね、やられている方です。で、こちらの専務、そして社長ですね、と、あとはスタッフの皆さんですね。で、あとはメーカーさんとか。基本的には、身内というか、社員さんとかね、対応して、したものでやったということだったんですけども、すごくね、好評ということで、社外のですね、取引の業者さんですね。あとは、そういった、研修ですね、を見たいというお店なんかも多く現れたということで、今回私もですね、そういった、どういうふうにね、スタッフさん、佐藤カメラさんでどういうその教育がね、されているのかというのをですね、間近にちょっと見たいなというふうに思ってましたので、参加してきました。ね、こちらのようなね、佐藤カメラの企業理念というふうにね、それとかね、アソシエイトですね、8つの行動指針ということでですね、この佐藤カメラの企業理念をですね、ちょっと読み上げますと、思い出をきれいに一生残すために、私たち佐藤カメラは個性と独創性を大切にし、あらゆる多様性を認め受け入れ、一人でも多くのお客様にありがとうと喜んでいただくこと、写真に対する常識を変え、本当に良い写真、今までにない新しい価値を持つ写真を創造し、地域のありとあらゆる人々に思い出を写真に写る喜び、みんなで写真を見る幸せ、写真を飾る面白さ、写真を送る楽しさ、後世に写真を残す感動を提供しますというですね、壮大なですね、企業理念のもとですね、思い出をきれいに一生残すためにというふうな、経営理念のもとに、日々ですね、販売に、スタッフさんですね、このスタッフさんというのはですね、アソシエイトというふうにね、おっしゃってるのもすごく、ただの販売員ではなくて、そういったこう、プレゼンをしていくようなね、スタイルっていうのも、佐藤カメラさんのですね、販売スタイルなのかなって。お客様にこう、提案していって、こう、カメラって楽しいんだよ、写真ってこんなに楽しいんだよっていうのをね、私もお店に行かせてもらったことありましたけど、そういうのはすごくわかるお店だったので、そういうのはね、ちょっと垣間見れた、場所でしたね。そうですね。勝人先生がね、常務である豊島常務とね、お話ししたりとか、あとはスタッフさんとね、どういうふうにね、悩んでるところとかね、っていうふうな話をしてましたけどね。僕はやっぱり、そうですね、3つほど、やっぱ気になったところがありまして、1つ目は、そうですね。やっぱり
自分のこう、なんていうんですかね、目標ですね。目標を、まあ、こう、ゴールがここにあったとして、こっちが、まあ、スタートっていう形になったときに、なかなかこう、大体こう逆算していくっていう考え方があるというふうにおっしゃってたんですけど、そういうふうな考え方ももちろんあるんだけれども、やっぱりその先が見えないっていうことっていうのは経営において多々あると。で、その中で少しずつやっていって、そこからゴールがまた変わっていったりとか、景色が変わっていくことで、ゴール自身が実はもう近くまで来ていたりとか、っていうふうな、話をしていく。っていうのが、なんかすごく、まあ、チャレンジをしていかないと、そこのゴールはそもそも見えないし、まず少しこう、歩み寄ってみたら、実は簡単だったとか、っていうようなことがあるよ、というふうな、勝人先生のですね、まあ、お話を聞いて、あ、なるほどな、というふうに思いましたね。で、あとは、まあ、カトカメの社長なんかね、おっしゃってたのが、雨の日ね、まあ、登山に行く話をされてたんですけども、まあ、お友達をですね、誘いましてね、で、まあ、雨なんで、まあ、お友達からはね、まあ、まず登山行かないだろうというふうな話をされてたんですけども、まあ、せっかくね、休みが取れて、行ったんだから行こうという話でですね、まあ、どういう話になるのかなという僕も興味津々だったんですけども、したら、まあ、結果的にはですね、登山の方に、まあ、ご友人とですね、行くというふうに、決断をされまして、で、まあ、実際やっぱりこう、まあ、経営においてもですね、行く行かないとかっていうふうなの、やっぱ行ってみないとわからないというお話で、で、実際そこの日光にね、登山に行くという話でしたけども、日光に行って、俺は確かめてからちょっと決めたいという話をして、わかりましたと。で、お友達と一緒に登山に行ったんですよね。で、やっぱりそこでもやっぱり雨がね、やっぱりこう降り続いていて、でもまあ、雨がっぱとかね、要するにまあ、レインウェアなんかもね、着てったんで、まあもう、登ろうという、まあせっかくここまで来たんだから登ろうと。いうことで、登っていったらですね、まあ、お友達の方もですね、まあ、結果的にやっぱりこう、まあ、なかなかね、やっぱりこう、雨の中登山ってやる経験もないですしね、あとはやっぱりこう、ここ一面ね、貸し切りだぞと。で、これはなかなかできない経験だと。これはね、一緒に行ってよかったと。誰のおかげだと。俺のおかげだろうというようなお話がありましたけどもね。まあ、やっぱ何事もですね、こう、チャレンジしてみて、こう気づくことがあるというふうな話をですね、その、登山の話をね、聞いてて、まあ、身近なところにこう、まあ、成功の種はね、落ちてるのかなということで、まあ、ちょっとこう、あんまりこう、通常こう、行かない選択肢をこう、あえて取るっていうのも、一つのこう、まあ、ポイントなのかなと思いましたね。あと三つ目はそうですね。いろいろありすぎてあるんですけど、やっぱり、そうですね。めんどくさいっていうのを、まあ、大切にするっていうことですね。やっぱこう人としてこうめんどくさい、まあ仕事においてもめんどくさいって思うことが多いんですけども、それっていうのはまあ一つのチャンスだということですね。やっぱね、めんどくさいことをお客さんにするからこそ感動が与えられたりですとか、やっぱりここまでやってくれるのかと思ったりとかですね。あとはまあ掃除の話も出てましたね。何もこう、わからないスタッフさんにですね、まあまずこう掃除からね、教えるということで、で、まあ、掃除をこう何回かすると、こう商品をですね、まあ、覚えるというふうな話。最初はこう、掃除をしていく中でですね、全然わからなかった商品もですね、こう商品をこう、まあ、拭いたりですとか、こう棚とかをやってるうちにですね、自然とこう見慣れて、どこにこう商品があるかっていうのがわかってくる。で、わかっていくと同時に、その商品に興味を持って、じゃあこれを調べると。という形でですね、
やっぱり商品をやっぱ知らないとお客様に伝えられないので、やっぱそれはまあ私も、まあ商品のことはやっぱり、調べますけども、そういうことの意識ですね。意識を持って、調べて、で、こういうふうなイメージのお客さんに合うなっていうことを前提として、伝えていくっていうのが、こちらの佐藤カメラさんですね。原点になっているのかなと思いましたね。とにかくやっぱりこう、私もそうですけど、釣りに対してどういうふうに楽しさっていうのをお客様に伝えていくかっていうのは、やっぱりカメラ、そして釣りに置き換えてもね、一緒ですからね。その辺に関しては、すごく、合点がいったというか、じゃあ、うちの方では、その釣りに対してどういうふうにお客様にこう、楽しさを伝えられるかということでですね、ちょっとこう、まあ、話を聞きながら、二つぐらい、見つかったんで、まあ、それをちょっと今日からですね、ちょっと実践して、いきたいなと思います。昨日はですね、佐藤社長、そして佐藤専務、そして佐藤カメラの皆様、そしてですね、お会いしていただいた方々、非常に勉強になりました。今後ともですね、ちょっと頑張りますんで、またですね、勝人塾という、宇都宮のですね、佐藤カメラの本店で、月一開催されるですね、こちらの方にもお邪魔したいと思います。本日はありがとうございました。